皆さん、こんにちは。囲碁のプロ、マイケル・ッドモンドです。この動画では、白の一見バサミに対して、黒のケーマー掛けの定石を解説したいと思います。えー、これは、まあ、一見バサミに対しての黒のケーマー掛けっていうのは、えー、よくある定石で、えー、現代語でもよく打たれてますので、プロの語を観戦しても、えー、見られる形ですね。先日は、 ハサミは何もない状態で、この桂馬掛けの定石も解説しましたので、えー、動画の説明にリンクを入れておきます。さて、まずどんな局面で、えー、打たれたかっていうことを、全、えー、局面でちょっと解説してみましょう。まあ、こういう局面ですね。初、え、手、ー、から並べていくと、黒は小目2つと、白は星と小目の布石ですね。で、かか 白もか,かってコスミです、ねえー、まあここで白は一見に挟んだわけですけども、まあ、白としてはこの挟む手というのは実は左辺を囲うという気持ちがちょっと強い打ち方ですね。黒に例えば飛びなどを打たせて桂馬に左辺を囲うとかねこういうふうにこう4線で左辺を囲っていこうという。 えー、まあそういう計画があるような挟みですねなぜかっていうと挟んだ瞬間、えー、黒の石に圧力をかけてますねこ次に白がここに頭をつけたりするとかなり狭い場所に黒が閉じ込められてしまうので黒は何か頭を出したくなる出すのが自然ですね、えー、その頭を出した時に、えー、その調子で左辺を描こうという打ち方なんです まあ、例えばですね白はこういうふうにコスミとか桂馬とか、えー、ただ単に左辺を構えるのも立派な打ち方ですねこういう打ち方もあるんですけどもさらにまあちょっと効率よく打ちたいっていうのがこのハサミだと思いますそこでまあ一見とんでも定石なんですけどもこの桂馬にかけるのが多分一番人気の定石ですね桂馬にかけると白はどうするか これはちょっと部分図で解説していきましょう。まずそうですね。えー、白は下に這うかできるか。このどちらかの選択肢しかないんですけども、これは割とね、できる方がいいっていうのがは,はっきりしてますね。ちょっと張っていく変化をやっていきましょう。これは実は、えー、このハサミがない状態、ここの白石がない状態で桂馬にかけると、これは這うのが定石ですね。 えこれは先日出した動画でえ解説しましたけどもこういう変化になりますね仮にハサミがなければこういうことになって相当もうまく打ってる状態になりますねこれは定石の手順なんですけどハサミさえなければ定石の手順ですねでこのように二段バネした時に出ってこのようになっていくんですけどまあこの定石の解説は別の動画で詳しくしてありますのでえまあ説明にリンクを 入れときますので興味ある方はご覧くださいただこの三角のところに白が挟んだ場合はこのハサミの石がちょっと近すぎるっていう問題がありますね。例えばそうですねこういうふうに、えー、左辺を続けて打った場合これは全局図で見ていきましょうかね。このように左辺を続けて打った場合は黒は下辺のハサミを打ってですね この辺に挟んでおきますか。これで、挟んだ白石が、G の3の白石がね、非常に窮屈ですね。黒に包囲されてる感じがあると思います。これじゃダメなんで、まあ、遡ってこの時白は開きぐらいかと思うんですけど、まあ、言うまでもなく、こう、5000の白石ね、E の10の白石は主張に取られる格好になってますし、まあ、仮に主張にすぐに取らなくても、 まあ、締まりとかあってこれは三角の白石がに、まあ、ない場所になるんですねこう黒は壁を作って強いのでそこに白が詰めてもしょうがないっていうような場所に白石があるのが問題でこれは布石でちょっと一定遅れる可能性があるという局面です。だから挟んだ場合はこの進行にたどっていくと白はちょっと挟んだ石の効率が悪くなるので良くない、うん、ということです。そこで じゃあ、部分図に戻って、出切りの解説をしていきます。この局面で、白は出切るのが定石です。ここに出切ります。これはね、ハサミがない時にはちょっと白無理だし、ハサミが遠い時は結構複雑な変化が多いんですけど、この場合はですね、黒はこの石を助けようとすると、 例えばまあこういう風うにねこう引っ張り出すと白をこういう風に打ってこれは G の3の印がついてる白石がちょうどいいところにあって黒に石が包囲されてまんすね。ここから先はね解説あえてしませんけども非常に黒の苦しい展開ですね。これは相手が間違えてくれればね黒もチャンスがあるとは思うんですが。 やはり黒の方が苦しいということでおすすめしません。まあどうしてもね力が強くてこれをやってみたいっていう人はやってもいいんですけどおすすめはしませんまあ幸運を祈るという感じですね。さて本題に戻ってこう出切った時に黒はまあそれでは無理なんでここに当ててカケツる これが形ですねこの三角の黒4子がいい形を作ってるんですね。この白石にかぶ、まあ、さるようにしてかけつぎの、えー、形で黒は中央に進出している。打ったばっかりのこの黒石を捨てちゃおうっていうことねちょっと気がつかない方もいらっしゃるかもしれませんがこれはあの右側でいい形を作るための捨て石ですね。そこで白が 何かその黒石を取るんですね。こういうふうに、えー、取る形が現代風の定石ですね。そして黒が何か右辺に向かって、右側に向かって一手かける。えー、このようにですね。こう一間に飛ぶと現代風の打ち方です、ね。もし白がこの黒石を取り切らないと次は危ないんですよね。例えば白がここに跳ね返した場合。 これは、あの、少し打ちすぎになっている場合が多いんですね。黒が上跳ねになって、3本ぐらい押してから、ここにコスむ手があって、これは隅の白が危ないんですね、えー。隅を助けると、今度は外が黒ユリの戦いですね。外の白西が攻められる展開で、隅の白もちょっといじめが残ってますね。えー、完全には、 まあなんとか生きてますけども、まあちょっといじめられる手が残るっていう感じの局面です。これは黒有利の戦いになるんですけども、じゃあ白がこう外側を頑張ると、まあ一番頑張った手はこれなんですけども、これは跳ね出す手があって、切り入ってですね。で一回下手を打って、これはポンキを許すわけがないんですね。 白はまあ伸びる一手でしょうけどもここに継がれるとこれは隅の羽と主張にかかえる手が見えですねえこういうふうに白が下がると主張に抱えられてしまいますねまた中央を打つとここに跳ねられてしまうこれは隅は取られてますねまああのこの主張関係の図を示したのはえ実はこのまあかかり打った布石は 主張は黒有利の場合が多いまた全局面で見ますと、えー、この局面も黒は主張が有利だったんですね。このようになって、えー、主張が有利だった、えー。この布石っていうのはね、あのー、平行型という布石で黒はまあ上辺に2つの隅を占めて白は下辺に2つの隅を打ったんですけども、まあ、そういう場合は斜めの主張は、えー、結構黒有利の場合が多いですね。 またまあ主張が悪くても黒がうまくいく図が他にもあるんですけども、えー、この変化はこのぐらいにしときたいと思います。ということで、まあ、白はちょっと無理なのでここにコスんで取り切る。ここにコスみしかないかというと、えー、以前の定石は桂馬でしたね。こういうふうに桂馬に打っても一種の下駄で三角の黒石を取ってます。これでも立派な手ですね。 抱えるのはまあ少し硬いですかね少し硬い感じがあって将来黒がここに桂馬にかかってこの2線の滑りを見られる嫌味があるのでまあ下駄みたいに取るのがいいですねこう桂馬もそうですけども桂馬と比較するとコスミは少し中央に向かって強い、えー、つまり黒が落ちてきた時に跳ね返す力ということですねうん中央に向かって強いのと まあ将来的には左辺を囲った時の迫力があるんですね。まあ、どんな局面かというと普通にすればねまあオーバーとして他のところ打ってもいいんですけどまあ例えばこういうふうに打ったりして、えー、そうですねこのような展開になった時は、えー、場合によってここに曲がりを打つこの曲がり打つプロの対局も、えー、ご覧になれるかと思うんですけど曲がり打った時はまあこのように 左辺が、ね、だんだん G らしくなっていって、まあ、模様として中央に広がっていく可能性が出てくるっていうそういう模様を広げた手になるんですね。こういう手を狙ってることもあって、えー、白のコスミは中央の価値が、まあ、大きくなる可能性があるという考えを持ってこう4線に高く打ったという取り方ですね。こののの辺はまあ好みっていうかかその時の気分でコスミ あるいは桂馬かっていうことは、えーまあ、その時の雰囲気全局の判断によって変えてもいい打ち方ではあります。そして黒の取り方もまあもともとはここに桂馬に打つことも多かったんですね。桂馬に打ったり押さえて打ったりということは結構多かったんですけど。 まあ現代風のですと一見飛びこの辺もあの一長一短といった感じで、えー、抱えてしまえば非常に硬いですねあのしっかりそこは黒字になる感じなんですけど桂馬も比較的硬いと思いますけど、まあ、一見飛びの場合は少しやっぱり中央に強いということがあるのでこの辺もあの好みで好きな手を。 方向さえ、あの、下辺に向かっていって打っとけばいいと思います。これを全く違うところに打ってしまいますと、まあ、締まりなんかいいとこですね。えそうすると白は、こういうふうに、えー、この下辺からね、攻めていきますので、そうすると黒の石が、まあ、不安定な石として、まあ、いじめられてしまって、この下辺を大きく囲われたり、 白は左辺と下辺の両方を打つことになて、これは黒としては避けた方がいい必ず何か言って甘えとくっていうのは大事ですねそれではこの桂馬掛けの定石の解説はここまでとしますご視聴ありがとうございました同じような動画を見たい方はチャンネル登録をお願いしますそれではまた会いましょう